ホセルイス・ガルシアは、スペイン出身のバイオリン奏者、指揮者。本名は、ホセルイス・ガルシアー選手を、マドリードの生まれ、6歳の頃より、父親から、バイオリンの基礎教育を受ける。1960年に、サラサーテ国際バイオリンコンクールで優勝した翌年、ロンドンに留学して、王立音楽大学で、アントニオ・ブローサの訓導を受けた。百六十二年には、 同大学よりイアン・ストーツカー賞を贈られ、1966年から同大学で教弁を取るようになった。1963年のプロムスで、マルコム・サージェントの指揮する BBC 公共楽団の伴奏で、アントニオ・ビバルディの四丁のバイオリンのためのバイオリン競争曲の独奏パートのうちの一つを任されて初舞台を踏んだ。1968年には、 イギリス室内管弦楽団の副コンサートマスターとなったが数年のうちにコンサートマスターに昇格し指揮者としても同管弦楽団を指揮するようになった。1986年からフォートワース室内管弦楽団の主席客演指揮者を務める。1992年から1998年までマドリードのソフィア王妃音楽学校で教鞭を取り、人気中に 同音楽学校付属の還元楽団の指揮を任されるようになった。2007年に脳卒中に倒れたが、2008年にスペイン政府からアルフォンソ10世勲章を贈られている。ロンドンにて死去。ホールス・エル・ムーシコ、Y ディレクター・デオルケスタ、ジョゼル・イス・ガルシア・ー選手シ支部、オリジナルの2017年11月29日時点におけるアーカイブ。 http://www.peep.asf2aqt6882017 年11月29日閲覧。ステラ・ローレンツ・ジョゼ・ルイス・ガルシア。clasical-music.com。オリジナルの2017年11月29日時点におけるアーカイブ。 http://www.peep.as/f2aqt6882017 年11月29日閲覧。ホセルイスガルシアディスコグスハット、ジョゼ、ルイスガルシア。2017年11月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月29日閲覧。ビバルディ、アントニオ。 バッハ、ヨハン・セバスチャン、ハイドン、フランツ・ヨゼフ、ジョルダーノ、ジョン、バイオリン・コンチェルティ、ロンドン、ASV、オク奥八1898万6084、ブックレット・ハット、エル・ムーシコ、ジョゼ・ルイス・ガルシアー選手をレシーベラ・オーダン・シュビルで、アルフォンソ・エックス・エル・サビオ・ E ・エヌ・ランドラ、ソイツ・ S、オリジナルの2017年11月29日時点における、アーカイブ、 https://archive.is/z3tnk2017 <ッ>年11月29日閲覧。ありがとうございます。